どうも、なにわ少年会でーす。よいしょ。はしゃぐんじゃないよ。どうしたんですか、いきなり。今日はそういうのじゃないんですよ。はしゃがしてくださいよ。今日の動画は、はい、ありがとう山井投手スペシャル。めっちゃ優勝だったね、俺は。藤井さんに続きましてね、はい、山井投手も現役の引退を発表されました。はい、そうっすね。いやー、いよいよあの時代を支えた人たちがもう本当に、ね、そうっすね、ねえ、めっちゃ変わる気がしましたね。そうですよ、もう山井さん、藤井さんってなるとねえ。だからあの時はバリバリの主力でやってた人がもう言うたら最後ぐらいじゃないですか。あとはもう期待の若手みたいな出方でしたもんね。大島さんもそうですし、平瀬さんも山口さんもその辺の選手もね。そうなるんか。いや、だから本当にこれがもう本当に最後の黄金世代との別れですよ。なんかドラゴンズはそんなんないと思う。そんなんない？で、なんかその世代交代になると。ないと。ないって思ってたんですけど。ありましたね。ありましたね。そりゃそうよね。だって大島さんがもうベテランと言われる時代ですからね。そうですね。まあ悲しいけど、まあ山井さんといえば、本当になんていうか不思議な選手やったなって思うのが正直僕の。不思議っすね。もう一番の感想かな。なんやろ。記憶にも、記録にも、そうです、ね、残っている選手ですからね。かといってエースやったかって言われたら、まあそうでは、ね、なかったですね。期間的に言われたら1年だけとかね、成績的には10勝2桁かっていうのは1年だけ でその年が最多勝ね。で最高勝率、2007年のね、はい、日本シリーズの時もいまだに球界の七不思議というかいまだに語られるあの完全試合。いつまで言うとこれからめっちゃいろんなところでその話するんでしょうね。するんやろうな。いや、させられるんやろうな。いまだに落合さんこの話に振られてますね。振られてる。森重さんもね、なんていうかもう落合采配の一番最初に出てくるものじゃない、だってほんまに采配とかで言ったらさ、あのクライマックスシリーズ前に全員一軍外すとか、今でこそ結構、もう当たり前にね、なんかそんなんとかの方が戦術っぽいのに、なんかそこばっかり言われてさ、ね、でね、多分もう記者も、いやいや、もうそれは分かりました、で本当はみたいな感じで来るやん。いや違う、だからこれがほんまなんですよって言っても、もうそれはもういろんなところでね話されて、もう今日はもうハローって話しましょうよずっと終わってるよっていう状態でもずーっともう納得するまで聞かされるよ。うわー、もうそれは、まあ、今後それでね、まあ多分それなりのお金は稼げるやろうから、はい、ねえ、でもそう本当にね、だからそんなのがあったかと思いきや、まあ、怪我があったりとかいろいろ不調があったりで、なかなかね、エースとかそういうのにはならず、中継ぎでめっちゃいい成績めっちゃしてるとかありましたね。守護神の時期もあったし、あと DeNA にだけめっちゃ勝ってる時もあったり、ありました。ノーヒットノーランとかも、ハマスタで、そう、ノーヒットノーランも、結局ノーヒットノーランも、DeNA ですね、そう、できたからね。あんなことあったら普通できひんよ、できちゃうってねでやるんやなりましたよね。なんだで、なんといってもまあ今年つい最近な、2軍で普通に1軍に一番近いピッチャーって言われてたんですが、そう思ってましたもん、なん成績もめっちゃ良かった、9連戦10連戦で上がってくる、上がってくるだろうって思ってたぐらい、ね、そうですね、やったけど、まあまあ引退を決意ということで、まあ我々なにわ少年会としてはね、山井さんと一回沖縄で、あ、ほんまやね、アメリカンビレッジで、はい、はい、すれ違いました、すれ違いました、
違いました。すれ違っただけ。すれ違っただけです。なんか、アメリカンビレッジでなんかちょっと一緒にご飯食べたりとか。そうそうですそうです、ね、電話もしてはったんで、ね、はい、しゃべりかけるわけにも。みんなで、みんなで歩いてて、はい、でもう過ぎてから、はい、あれ今の山井さんでしょ、ね、マジでつすいまでもないですよ、その話。なんとか山井さんとの一緒、まあ、我々なにわ商流会はすれ違ったことがある。マジで。まあまあまあ、僕もいましたからね、それ実際。、まあ、ありましたけど。でも茶屋はね、はい、あ、うん、あ、そうですね、うん、はい、うん、大の字大谷さんと、うん、若狭さん、若狭さん、はい、はい、CBC、はい、若狭さんの、トークライブがはいね、うん、それのゲストに落合英二さんが来られる時に、はい、僕とケバブマリの見学を、はい、させてもらったんですけど、うん、その時の前室に山井さんが現れて、多分落合英二さんと多分仲良くて、はいはいはい、それをちょっと見にかいじりにかいじりに来られてて、はい、でその時にまあ、大谷さんがね、僕らに気を使って、ちょっと紹介というか、はいはいはい、ちょっと芸人の後輩の子なんですよみたいな感じで、僕らは大阪から来ましたって言ったら、ちょっと最初は、うん、司会の、山井さんの司会の僕らがこの辺におって、うん、なんか変なやつなのから、見んとこっていう雰囲気やったんですよ。大阪から来ましたって言ったら、グッてこっち見てくれて、大阪からグッて来てくれたんで。やっぱ地元愛があるんやな、うんうん、すごいなんか優しかったです。はあ、じゃあもうだからこれからはもう引退したら、はい、まあ、大阪に来ることもね、もちろん多くなるでしょうし、ね、何よりも、はい、ね、はい、山井さんの一番の趣味、はい、知ってますよねみんなね、はい、知ってます、釣りです。そうです、だからもう今日この動画で、はい、まあ、山井さんのね過去の成績とかを語って懐かしんでとか、はい、そういうのは僕はやる気はなかった。そうですね、いやこれだけ言いたかったです、はい、この動画を見てる山井さんに近い人はぜひとも山井さんご本人に、はい、大阪に山井さんのことが大好きでいつでもスケジュールを上げる釣りが大好きな集団がいると、はい、いうことだけお伝えください。もう引退してからの大事の人生暇はさせませんぞ。、はい、船も我々が予約してしますんで、はい、釣れるとこにいっぱい賞をもう釣れていきますんで、和歌山にいいとこがあるんですよ、ね、ぜひとも、はい、僕たちと一緒に山井さん釣りをしてください。お願いします、お願いします。現役生活お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これからも山井さんを我々なにわ商流会はもちろん応援し続けます。こんな終わり方でいいんですか。いや、とにかく本当に山井さんありがとうございました。ありがとうございました。ということです。これからは、うん、まあ高知やら、うん、なんか一個すごいいい話やな、うん、はい、岡野投手はこうなんかすごい引っ込み思案、あ、うん、でなんかその他の選手に、うん、そのなんかアドバイスをもらいに行けへん、はい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 、でそれを山井さんが知って、うん、じゃあ分かった、1日1個、うん、俺になんか小話持ってて、その小話っていうのは別に野球のことじゃなく、おもろい話とかじゃなくて、うん、昨日こんなん買いましたとか、うん、そんなんでええから、とりあえず何でもいいから、その話すきっかけとして何でもいいから喋りにくい、うん、それがあれば、うん、そっから延長してそのまま野球の話ができるから、うん、っていうのでそれをするようになったらしくて、で、岡野投手とルーキーの高橋宏樹投手がそれをするようになって、うん、ほんまに本人たちもそれで人と喋れるというか、なるほど、自然な会話の入り方から野球の話を聞けるようになったっていう、うん、ああ、そういう、そう、そういうのがやっぱ、ね、そういうのができる人って、ね、コーチに向いてるというか、ただ単に野球を教えるだけじゃなくて、うん、確かに会話の導入部分、うん、人としてみたいな、うん、じゃあって言えるってすごい大事ね、すごい、じゃあこうしてみたらそれがダメですよ、じゃあ次こうしたらっていう、その、うん、じゃあを用意できる人ってやっぱね、優しいし、うん、教えるのが上手い選手ですね、はい、まあ、とりあえず今その話の序盤でも
はい、岡野さんの顔が浮かんでたんですけど、後ろからスーッとこう久保君の顔が浮かんでましたね。なんかそんな俺言ったよな、みんなで言ったよな、はい、毎日ドラゴンズのこと情報を1個あの日記に LINE のノートに書けと。で、何もなかったら今日こんなことがありましただけでもいいから毎日何かをするっていう習慣をつけなさいよっていう、はい、やりましたね、僕ね。ちょっと今怖かったです、岡野さんがちょっと心配になったけどいや岡野さんは克服できたんでね、はい、よかったです、はい、だから山井さん、そうか、だからすぐコーチになっちゃうかもね、うん、その後一緒に釣り行かれんのかな。だってやっぱその今年もその岐阜の成績見てたら、うん、一番投げてるんですよ。おお、いや、うん、そんなバイタリティ溢れる人が確かに引退するのかとは、そうです、なんかそのコーチやってっていう話があったのかな、あったのかもしれないですね、うんうん、確か俺もう一年やると思ってたもん、うんうん、と引退ってのは正直意外やったね、まあ、自分で辞めれる選手ではだけどね、そうですね、言われてましたもんね、うん、いやまあもう昨日ですかね、このニュースが入ったそうですね、撮影で、はい、ちょっとまあ藤井さんに続くからびっくりでしたけど、まあ、はい、逆にそうやって楽しみになってきたね、引退した後の山井さんがどういう風になるのかね、うん、さあどうやってしようか、まあ本当に山井さん、長い長い現役生活、お疲れ様でした。お疲れ様でした。山井さんにはたくさん、我々中日ファンは夢を見させていただきました、これからも山井さんの人生を応援し続けたいと思いますので、山井さんの思うがままに歩んでいっていただけたらなと思います。はい、はい、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。ドラゴンズ、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 ドラゴンズ。